こんにちは、ゆうです。バズダーの大塚です。そして今日お誕生日の方、おめでとうございます。昨日生放送、深夜ね、昨日って今日か、1時半、じゃ、25時、だから1時から、3時ぐらいまでやってたんですけど、お付き合いいただき、ありがとうございました。生放送のアーカイブは、メンバーシップさん限定で、今後ね、メンバーシップさん限定で、ご視聴いただけるってことになってるので、はい、そちらも、ぜひぜひ一度チェックしてみてください。はい。あとはね、アイコンがね、ちょっとね、変わってると思うんですけど、チャンネルのアイコン、これ誰の動画やって思った方、おられるかもしれないんですけど、まあね、ちょっとね、ある方にお依頼して、まあ、名前出していいのかわかんないんですけど、しげしげチャンネルさんの、もう皆さんご存知だと思うんですけど、そこの、ふみさんに、書いていただきました。ありがとうございます。もうめちゃくちゃかっこよく書いていただいて、はい、本当に、もう追いつけるように、アイコンにイラストに追いつけるように僕も頑張って、はい、身だしなみに整えていきたいと思います。ありがとうございます。それでは、今日やっていきたいのですね、はい、ジューンブライドガチャ、1日遅れてしまいました。昨日ね、ちょっと僕、低気圧でね、ちょっとくたばっちゃってて、はい、すいません。お届けできなかった。準備はしてたんですけどね、それで、持ってるキャラがね、ジューンブライド、結構ね、もうなんだかんだね、僕、目つけてなかったんですよ。昨日、ジューンブライド殺しても、とりあえずクリアしようと思って、確認したら、あら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 、割と持ってるじゃないって思って、そこでね、まあ、今回のね、狙いがですね、まあ、持ってなかった、まあ、ノルザー当たり前のことを狙っていくんですけど、ノルザー、まあ、ゼラも欲しいですし、あとね、僕、多色好きとしては、ちょっと雷神も欲しいなと思って、あ、雷神も取ったっけちょっと後で見ときます。あと、花嫁ゴーザンゼも欲しいし、まあ、結構ね、あと僕、一番気になるのが、まあ一番ね、注目度も高いと思うんですけど、セシリア。セシリアがね、火、水、光、水、火か。僕やっぱ、ウルトラしか持ってないんで、11周年っていうか、最新のフェスゲンを。それで、ちょっとやっぱり気になるのと、あと多色が好きなんで、はい。多色言っても3色やけどね。まあ僕にお手頃な多色は3色ぐらいなんですけど。はい。で、そっちは狙って引いていきたいと思います。はい、それでは、開催記念ジューンブライドガチャ、もうすでにね、無料ガチャは、ゲットしております。昨日それだけ準備して寝ちゃったんですよね。はい、それでは、イベント回す。無料からダイヤ出ても全然 OK。いやー。あ、この子は何やったっけラクシュミちょっとごめんなさい、全然違うことです。ルカちゃんね。はい。ルカちゃんといえばカノカリのルカちゃん。カノカリ7月から始まるみたいで、3月の。はい。3月は3クール目か。あ、いいっすね。あ、やっべえな。それはちょっと、もうほんまにね、この子ね、4ターン持ってるんですけど、軽減ループがね、4ターン軽減できるってことになって、いや、ええなと思ってね、はいはい。これね、スキルターン、4ターンで軽減ループ。しかも闇属性軽減も素で持ってるってことで、まあ、僕よく使うんですけど、最近、イデオンジュラと同じような働きがね、闇属性バージョンにできるんじゃないかなと思って、いいと思ってます。はい。それでは、これ、コロシアムの報酬ですね。はい。花婿たちの戯れってなんか見えたな、今。いやー、無料、ちょっと渋いね。あー、また出た。あー、はははははは。それではね、まあ、じゃあね、まあ、一応25個ね、ユーザー情報で、購入できる。ユーザー情報25個。はい。無料配分15個、25個。ごめんなさい、あかんわ。ちょっと頭回ってんわ。ちょっとコーヒー飲みます。はい、カフェイン決めて、それでは石使ってね、引いていきたいと思います。ちょっとね、まあ、恒例のごとく、ちょっと無課金なんで、ちょっと一回ね、ちょっと噛み締めて、はい。一瞬で切れるのはさすがに虚しすぎるんで、はい。僕メインアカウントでも、はい。一回ずつしか回さないんで。はいさあ、誰がお嫁さんに来てくれるか。金卵のね、申し訳ないんですけど、このより好みして申し訳ないんですけど、金玉かでね、神父さんですね。新郎さんどっちだったっけわからん。忘れた。いや、あんまりね、ちょっと僕、その用事がないというか、あ、でも結構強くなってるんやね、これ、さっき見た。気づかなかったけど、はい。覚醒は強いですね。はい。じゃあ、2回目ですね。僕と結婚してください。結婚してくれるのはどなたや。よっしゃーよっしゃー、さあ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 、来い来い来い。おおマジかマジか、再リアルちょっとやったー。あ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、ローシェ見させてください。はい、ローシェのページ飛んできました。あ、こんな感じなんや。すごい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 。で、こう闇にもなると。はい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 。はいはい。あ、水にもなってた。僕、水になってた盲点やったな。はいはいはい。なるほど。はい。それではガチャ戻りましょうか。はい。それでは、3回目か。3回目。よし。準備ライドガチャ。回す！私と、結婚してください！よろしくお願いします！やたら出るな。まあ、実はね、もう、この、多分去年も言ってるんですよ、僕、去年多分このジュンブライドガチャの動画撮ったら言ってるんですけど、めちゃくちゃ友達の、奥さん、僕も友達だったんですよ。友達同士が結婚したんですけど、はい。似てるんですよね。こんな感じなんですよ、ほんまに。よし、じゃあ、これが4回目か。4回目回していきたいと思います。さあ、結婚してください。特にセシリア大王者。イケメンくんはいらんだよね。イケメンくんとごめん、ちょっと僕結婚する気はないんだ。イケメンくんと結婚する気はないんやけどな。でも性能としては悪くないんよね、実はね。ちょっとセシリア出るまでね、ちょっと頑張りたいから。ちょっとね、気合入れようか、最後気合入れよう。久しぶりに錬成人だし、鋼の錬金術師元ネタなんですけど、それでは行きたいと思います。はい、ダイヤ、よっしゃー、よっしゃー、来い、うっしー、これセシリアやんね。よかった、マジで欲しかったよ。マジで欲しかった。ちょっと待って。酸欠になった今、なんかもう、カスカスの声出して、ちょっと待ってから。はい、それでは結果見ていきましょう。はい、ジューンブライド入手順、こんな感じですね。はい。いや、まだ酸欠、酸素足りひんけど、はい、どんな気合いというか、動画撮ってるんやって感じなんですけど。どっからやもう、そうか、この子以外からか。はい。ルカちゃん、イザナミ、ルカちゃん、ロシアちゃん、イザナミちゃん、ヘルメスくん、シャシーちゃん。いや、もう大満足ですね。僕もうほんまこれだけ大満足かな、ほんまに。もう狙いのね、もう、初めからもう狙い打ってた、もう、はい。狙いの子を射止めました。はい。ありがとうございます。ちょっと他のだけ見させていただきますね。お、ゼラちゃんが交換できる。僕、ゼラ持ってないんですよね。で、こうやって順じゃなくて、蹴りだけした。きついのこれは。きついな、ちょっとゼラちゃんの交換球高いわ、ちょっと。これ無理かな。でもいいんじゃないでしょうか。あと雷神もね、雷神さんもちょっと交換できそうだったら交換できたいしておきたいと思います。はい、それでは今回はここの辺でお開きにしたいと思います。私の結婚式会場へようこそいらっしゃいました。ありがとうございました。いやー、よかったな。はい、もうアイコンもね、新しく一新されたということで、本腰入れてちょっと頑張っていきたいと思うんで、これからも何卒よろしくお願いします。なんやこれそれではね、また最後のご視聴いただきありがとうございました。よろしければ概要欄に活動一覧という欄のそのリンクに僕の SNS 一覧全て積み込んだものが入っているので、そちらもぜひぜひチェックしてみてください。もうちょっとチャンネル登録、高評価もしてくださると嬉しいです。それでは最後までお付き合いいただきありがとうございます。ごめんなさい、もう酸欠でめっちゃ頭うわーってなってるんですよ。すいません。それではね、愛しの花嫁と結婚できたので、僕は大満足です。